アレンジしてんの、ケンさん。はい、てなわけで今回はね、ドラゴンズドグマ2遊んでいくんですが、各社マンはね、ちょっと長期休暇に出ておりまして、かなりイケメンなんですけど、臨時の各社の方に来ていただいております。今回はお遊び企画をやっていきましょう。幻術師やってるんですけど、おい、なんやねん、企画の説明中やろが。動画撮り終わったらやったるから、もうわかったから、もうあっち行って、おっちゃん。あ、わかったってもう。ほなね、まあ、今回やってくのは、幻術師を使って城の中で暴れていこうかな、みたいな感じでございますね。まあ、例えばね、他のモンスターとか人を殴っても、ダメージを入れることができないんですよ。一人でモンスターとかね、敵を倒すことはできないんですが、同士打ちさせるみたいなスキルを持ってまして、それを使えば、城の中の人間全員同士打ちで殺せるんじゃないかと。ほな、やっていきましょうか。敵を殴ることによって、あ、敵対はすんな？オッケー。これでまず召喚します。取り付くに姿。よっしゃ、取り付いてな。で、取り付いたら、大巻きの煙で、こいつしか敵対しないの？ちょっとそれまずくないっすか？こいつら全員敵対しないと。なんで敵対しないんだ？まずここでマスタースキルのあやかし竜の幻を使ったらどうなる？ま、さすがにパニックにはなると。ちょっとこれ困ったな。全員敵対せなあかんのか、まず。一人ずつボコっていこうか、まず。オッケー。敵対さえすらこっちのもんなんよ。我が幻術に惑え。よっしゃ、いいよ。幻体っていうね、幻を召喚しないことには、坂島横島八方塞がりが効かないから、ちょっとまず召喚したい。ちょ、やめらんかよ、お前ら。いけ。坂島横島八方塞がり。よっしゃ、来た。で、さらに現実をかける。我が現実に惑え。いや、そんな感じか。お前ら一気に、友倒れしてくれないの。さあ、行け。坂島、横島、八方塞がり。あれ？敵対解けた。行けよ、お前ら。戦え。あ、やってる。けど、これ、もっとブワーってさ、殺し合うもんかと思ってたけど、こんなもんなん？これは弱いわ。ははは。弱い言われてるけど、確かにこれは弱いわ。挽回。坂島横島、八方塞がり。ちょっとソロ縛りとかやろうかなと思ったけど、これソロ縛りもできないぞ、こんなんやったら。これさ、なんか現実かかるやつとかからんやつがいるんですよね。これ納得できないっすよ、確かに。現実し結構使えるんじゃねっていうのも検証兼ねてやろうと思ったけど、これは弱いわ。けどまあなんとなくね、使い方は分かってきたわ。トリマこれを置いて、現実をかけてれば、ほとんど俺は食らうことねえわ。なるほどね。使いようによっては確かに、なかなか面白いプレイはできそうやけど、俺がやろうと思ってたソロ縛りとか正直だいぶきついな。きつい感じやね。ちょっと無理があるか。ああ！やめて！確保！初逮捕です。勘弁してくださいよ！初めての投獄。あげらんかーい！賄賂で出られるみたいな話あったやろ。あげらんかい、これ。あ、ここいけるやん。おい、ガバガバやって、ここ。装備品パクられたまんまやって。あ、これでいいだ。大体のことは分かった。じゃあね、街中でちょっとやってみようか、次は。さすがに街の人間が大勢死ぬことになってしまうので、一旦宿屋でセーブを挟みます。さあ、ほいだら暴れます、街の中で。これ、衛兵皆殺しいけんちゃう。今回さ、割と無茶苦茶やっても衛兵来ないの、これ。前作って結構ね、こうやって人投げたらすぐに衛兵来たんやけど、全然来ねえじゃん。衛兵仕事旋回これ。今作結構ガバいな。なんやのお前。お前が消えらんかい、これ。よっしゃ、敵対してな。よっしゃ、来い。あ、でもみんな敵対するわけじゃないんや、これ。人殺しましたけど、いいんですか、野放しにして。殺人犯が野放しやけど、お前ら仕事せんでええの。ほら。え、どんだけガバガバなん、この世界。もう終わりだよ、この街、ほんとに。これだけ暴れたらさすがにもっと大ごとになるんじゃないかなと思ったけど、それでもあかんの。ほんま信じられへんって。城内に忍び込んで、もっとなんか大ごとになるようなことをしたらいいんじゃない？ディーサ誘拐とか、誰でもええから、そういう重要事、あ、こいつでいいや。お前でいいわ。大臣誘拐は、見逃してもらえないっしょ。見逃してもらえるんですか、さすがに。希望を繋いでくれ。希望を繋いでくれ、お前ら。希望を繋げ、おら、ここまですればさすがにじゃない。アロルドに、坂島横島行きたい。おっしゃ、行け。おら、殺せ。これさすがに大ごとになるでしょう。結構大ごとにはまあなってきてるけど、それでもやっぱり、戦争ってほどでもないな、これ。
もうめちゃくちゃだよ。なんか思ってたんと全然違うわ。いや、がばいな。ちょっとこれダメじゃないっすか。お前ら、期待外れだ。元気そうじゃん。誰なお前、幼馴染か。幼馴染みたいなこと言うてくるけど、お前知らんぞ。今初めて会ったわ。こうなりゃやけだ。街中でこいつをぶっ放してやるぜ。さすがに衛兵どもも黙ってやられんだろう。舞い上がれ、愚民ども。グリンドール、こいつを城の中でぶっ放す。そうすりゃさすがに衛兵どもも黙ってやられんさ。だからいきなり殴ってくんねんけど。はぁ、俺まだ何もしねえだろお前。さすがにお前らも黙ってらんねえべ。そんなに大ごとにならんっていうな、ほんで。これでもそんな大ごとにならんって、マジで。よいしょー。今回の動画でとりあえず明らかになったのは、ベルンワースの警備はとにかくガバガバであるということだけでしたね。いや、マジどないなっとるんじゃ。